吉田さん、お疲れ様です。元麻雀店の親父だった私がなんでね、麻雀店の親父からネットビジネスで一山当てで今は投資家になっているのか、そして投資もですね、細かくやり取りをするんではなくて利回りや配当で自動入金されている、そんな日々ですね。ですので私は24時間家族にこの体と時間を預けることができます。はい、余剰資金も十分ありますんで、いろんな挑戦や提供ができてるわけなんですよね。じゃあですね、麻雀店の親父がネットビジネスに目覚めて、そこでね、目いっぱいやる。で、ずっとやっていた麻雀店をおざなりにして、ついにね、店まで潰してしまうと。社員も解雇してしまうっていうね。なんでこんな非常識なことができたのかってことなんですけども、これはね、前回もちょっとお伝えしたんですけども、単純なんですよ。私にとって常識は乗り物なんですよね、例えて言えば。自転車に乗っているのか、車が速いのか、飛行機に乗るのか、こんな違いなんですよ。例えば普通の人は自転車にまたがってウェーンって走りますよね。で、一生懸命走ってスピードが出て、おーっと下り坂だ、よーし行けーみたいな感じなんです。それで人生終わってしまいます。でも自転車にはついてないエンジンというものをね、私は搭載した自動車ってものに免許証を取得して乗ってるんですよ。で、そこにはですね、自転車とは全く違う駆動部分、音、スピード、操作、こういうものがあるんですよ。だから自転車の操作法じゃ全然ダメだから自転車を捨ててですね、車の運転技術を身につけたんですよ。さらに車から私は飛行機に乗り換えてます。車はどんなに速く走っても障害物を避けなければなりません。だからすごいロスがあるんですよ。でも飛行機ってどうですかね。2次元の乗り物から3次元に行くぐらい全く別次元のものになるんですよ。そうなると障害物を避ける必要がない、空をね、一直線飛べるんですよ。私は今飛行機に乗ってる、そんな感覚ですね。でもかつて私は自転車に乗っていました。自転車で猛スピードで足で漕ぐことが一生懸命働くことだっていうふうに思ってました。それが私の常識でした。足で稼ぐとか、やる気売る気根性、集客のためにお客さんと深く付き合っていく、時間を無限に使う、こんな感じでしたよね。だから日の目を見なかったんですけども、今私は飛行機に乗ってですね、飛んでるんですよ。途中気流に乗ってエンジンを切っても滑空して自転車や車よりも圧倒的に速いスピードで飛んでると思います。衝突の危険もないです。安全です。ただ飛行機に乗るためには、車に乗るとき以上に、自転車に乗るとき以上に身につけるべき技術と、あとは自転車に乗るその常識を捨てることができるかとかです。自転車に乗りながら、車に乗りながら飛行機に乗るのはなかなか難しいですからね。つまり別物になることを望んでいて、別物になる以上少なくとも今まで乗っていたものを捨てる、その決断ができたってことじゃないかなと思うんですよ。麻雀店にお別れを告げたりね、彼女と結婚を決めた時に他の女の子と別れる決断ができたりとか、常に何か新しい世界に行こうとしたら、私はとりあえず今手にしているものを全部手放すという、その腹のくくり方が、まあ、あったからじゃないかなと思いますけどね。それでは以上です。どうですかね、こんな考えで。